エーライバヨークトルはアイスランド最高峰の火山である。1974年8月11日に発、登庁されたアイスランド南東部に位置し、バトナヨークトル国立公園内にある。クバンナダルスフニュークルを最高地点とし、氷河に覆われた4、5キロメートルのカルデラがある。バトナヨークトル氷河の南端に位置し、プンとビークの間にある国道1号線を、 俯瞰することができる。爆発的噴火によって、テフランが噴出。これにより、ディトラ・ヘロット地区が壊滅し、火山灰は、西ヨーロッパまで到達した。再びこの地に定住するまでに約40年以上を、要した。 原因となる雪解け水によって農場が流され3人が死亡。2017年8月に山頂河口の海転5から 10km と震源が浅く微小な地震活動が増加。11月17日には河口内にアイスコーレドロンが出現。氷河下での活動が活発したとしてアメリカの航空カラーコードは黄色に引き上げられた。4月に地震活動が活発化。 南西から見た3体、ありがとうございます。